またの国や、あるいは民族、文化に対してですね、そうした国々、あるいは人々に対して憎悪を煽るような、そういうヘイトスピーチは断じてあってはならないし、日本の国内において行われることのないような国にしていきたいと、このように考えております。小川敏夫君。スピーチは断じてあってはならないし、またの、あるいは人々に対して憎悪を煽るような、そういうヘイトスピーチに対してですね、そうした国々、国や、あるいは民族、文化、